オムジョンファオムジョンファは、大韓民国中世北道帝川郡出身の歌手、女優である。身長164センチメートル、体重48キログラム、血液型 A、未婚。俳優のオムテウンは実定。愛称は、韓国のマドンナ、韓国海洋界の女王など。厳州北原女子校卒業後、ソウルへ上京し、1989年11月に、 MBC が唱団へ入団。1993年、映画、風の吹く日はアクジョンへ行かなくちゃでデビュー。同年、第一週アルバムをリリースし、本格的に芸能活動を開始。1996年リリースの2週では、天だけが許した愛がヒット。1998年の4週では、ジョン・ファトーと呼ばれるおかっぱ風のヘアスタイルが、 女性の間で広まるなど、音楽だけでなく、ファッションリーダーとしても注目を浴びるようになった。2002年以降は、毎年映画やドラマに出演している。2005年は出演した2本の映画がほぼ同時期に公開された。2013年の映画、悪魔は誰だでは、誘拐事件で子供を失った女性を演じ、大金賞の主演女優賞を受賞した。 2007年8月には、ランジェリーブランド、ズム・イン・ニューヨークを立ち上げるなど、事業家としても活動している。なお、日本で活動はしていないものの、本人公認のファンクラブ、テンプテーション・ジャパンがある。オムニバス映画、オガムド・ゴカンドの出演エピソード部分、LA ・フィー・ LE、デビューを87分に拡大した作品。ありがとうございます。